日本代表3人対小学生100人の対決が始まりました。おっと一気に上がりの方が繋がっていく。清武がサイドを駆け上がる。一気にドリブルに行きました。清武からさあ入り口少し近いところに溜めてくる。清武さマジでこんな簡単にいけんの。一気に最後の攻撃は山口、応援フリーは取られません。左サイド入り口山口逆サイド清武未来だ未来だ最後だ誰が取っていいか分かんない。どっちのボールになる。